こんばんは、平井博明です。今回はですね、中古クラブを買う時の選び方を動画でやっていきたいと思います。で、これを動画を撮る理由はですね、やっぱり今中古市場がすごい盛り上がってて、すごく綺麗なものでも中古品として扱って安い値段で買えるっていうのがまあメリットなんですけど、その中にもやっぱりこういうものは選んでください、こういうものは選ばないでくださいっていうものって必ずあって、絶対ではないんですけど、一応参考にしていただければと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンナップゴルフ。盛り上がってんの中古市場？盛り上がってんのね。ワンナップと同じぐらい盛り上がってんじゃないかな。全然盛り上がってないね。そうかいや、俺がねゴルフ始めた時は、うん、中古クラブってあんまり騒いでなかったけど、今やっぱねゴルフパートナーさんとかすごいじゃない、綺麗なクラブなのにこの値段で買えるのみたいな。ビニール剥がした新品状態のものとかと見分けがつかないぐらい綺麗なものとかもあるし、査定がしっかりしてるっていうのもあると思うんだけどね、だから全然ご本人が良ければ中古クラブでも全然いいだろうし、ただその時に例えば傷の見分け方とかね、そういうものがあるんでいくつか紹介させてもらいますと、例えばドライバーでいきますよ。ゴルフのクラブの傷ってこういう傷もしくはこういう傷しかつかないのね、ゴルフクラブって。普通に使ってれば、そっち方向しかすらないもんね。良くないのはここと、ここと、あとこっちの傷、縦傷。縦ってなんで入んのそういうこと？そう、怒んないでよ、そういうことか。と今アライメントスティックあるでしょ、これ、これをヘッドカバーなしでこうやって刺すと、ここにここクラウンが当たってここが傷つく。やっぱりこのクラウン部分、上部ってやっぱり構えた時に一番目につくでしょ、だからクラウン部分はすごく綺麗にしてほしい。顔なんだ。そうだけど、これ例えばマットじゃない、ツヤ消し、ツヤ消し磨いたらツヤありになっちゃうでしょ、だから磨けないのよ。ツヤありだったら地肌まで行ってなければ磨けば綺麗になる可能性がある、コンパウンド。そうだけど、もうマットって再塗装でも、再塗装ってメーカーではやってくんないから、例えば車屋さんとかね、板金屋さんに持ってってやってもらうんだけど、こういうの入れられないことが多くて。あ、そうだよね。そう、そしたらもう自己車扱いになっちゃうね。へえ。だから買い替える前提として使うんだったら綺麗に使うようにした方がいいし、そもそもクラブは高いものだからちゃんと丁寧に扱った方がいいんですけど、じゃあなんでねここに線がついた、ここの例えばこれ黒だったら、ここが削れるとここがシルバーになってくるわけよ。そうすると、このフェースのこの辺までシルバーになる可能性がある。あとは縦傷って言ったじゃない。で、なんでそれがダメかって言ったら、ヘッドにはそんなに害はないかもしれないけど、例えばこうやってね、ゴッテムしたら、ゴッテム、ゴッテムいいことだけどね。そっか。ガッテムって言うじゃない。怒るのは。それをやったら、例えばシャフトのこのネックの接合部分というこのところが負担がかかってひびが入ってたり、中古で買って、でもそんなのは釣り竿と一緒で分からない、だから何球打ったら折れちゃったとか、そういうことってめちゃくちゃあるから、だから中古のデメリットとして見えない傷、シャフトの縦割れとか、例えばグリップ交換するときに万力に挟まる、万力強く締めたらパキッて言われる、そしたらもう縦線入るから、そしたらそっから折れるからね、そうだ、そういうものがすごく中古クラブってあるから、なるべく全てが純正で縦傷がないものを選んだ方がいい、いじってないからね。いじってないから。例えばグリップ交換するにも、素人がグリップ交換して知ってる人だったらいいけど、本当にただグリップ交換したって言って、こうやってカッターで切った時にシャフトまでガーってやっちゃったりとか、そういうのもある、だから傷の度合いっていうのはすごくその使い方を物語るから、どういうプレースタイルでどういうゴルフをしてたんだなっていうのはすごく分かりやすいよね。例えばこっからここの間、この辺に傷がよくついてて、この辺をこうやって傷がついてる人っていうのは、ハンドダウンもしくは身長低めでちょっと振り遅れながら振ることが多いんだなっていうやつだし、そういうのもすごくある、だから傷
傷で全オーナーのスイングとかが分かりやすい、うん、だから選び方ってすごい大事だ。もちろん傷がないのが新品がいいんだけど、うん、やっぱり少しでも安くね買いたい方なんかは中古を選ぶ時の見極め方っていうのを見てあげた方がいいね。傷と、うん、傷があっても、うん、性能としては変わんないの？例えばシャフトが折れてないとかだったら、うん、普通に打てる状態だったら変わらない、うん、あヘッド単体で見れば、うん、変わらない。あそうなんだ、うん、シャフトもヘッドが傷だらけでそれにシャフトがついててそのシャフトそのまま使えますか、うん、無傷だったとしてね、うんうん、したらもう全く新品と変わらない状態で使える。性能は変わらない。性能は変わらない。弾きが悪くなるとか、うん、ない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 。あそういうのはないんだ、うん、ない。だからその辺は問題ないんですけど、うん、本当にそのダンってやった時にここにひびが入ってたりとかする可能性があるのだけは分かっておいてくださいっていうこと、うん、で今のがこれドライバーなんだけど、うん、例えばアイアンね、うん、俺はカーボンシャフトだからあれなんだけどこれ今からスチールシャフトの手で話します、うん、でスチールシャフトはやっぱり中身が錆びるんです内側が。でも外からは分かんないね。へーそうよくスチールシャフトはこっから折れます。こっからこっからめちゃくちゃ折れる可能性が高い。特に夏冬構わずトランクにしまいっぱなしとか、うん、梅雨時期とか雨が降った時にラウンドしてそのまま自然乾燥させちゃったりとか、うん、自然乾燥でもいいんだけど湿気が残った状態で放置しとくと内側が中が錆びるよね、うん、でこうやってやった時に錆がサラ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 って聞こえたらもうダメだから買っちゃう。であとはよーく見て表面にプツプツプツって錆がもう浮いてきてたら内側まで腐食してる場合があるんで、うん、そういう場合はもうなるべくやめた方がいい、うん、なんともないとしてもやめといた方がいい。サビが表側だけだったとしても表側にサビが出てる現実があるから良くなる、うんうん、すごく手汗かく人でこうやってやってそのままにしといたらもうその汗でサビるから、うん、だから俺は動画でもやってるけどこうやってよく拭くの、うんうん、こうやって拭くの。カーボンなんだけど関係ないんだけど拭くからそれはただの癖ってことだね。そうついやっちゃうの。これとかとまあそんな感じと一緒。こんなのと一緒、うん、あと溝、うん、アイアンだと大事なのはなるべくピッチングから7番アイアンぐらいまでは均等に減ってる溝をまあなるべく選んだ方がいいよねっていう、うん、特にショートアイアンなんかは溝が減りやすいので均等ぐらいに使用してるであろうヘッドを選んだ方がいい。新品に近い A ランクとかっていうのももちろん選んだ方がいいんだけど昔のモデルですごく欲しいものっていうのはもう C ランク D ランクしかない場合があるんで、そういう場合は溝とかあと当たり傷よね、へこみとかを見て選んであげた方がいいですよ。あとウエッジ、ウエッジはなるべく新品買ってください。もうやっぱウエッジはもう溝とかバンスとか命なんで、ウエッジだけはまあ新品を買ってあげてもいいかなと思います。そっか、アイアンこそ消耗品なの。そうだ、ね、さっきのドライバーとかとは違って、うん、使われてると溝がなくなってて性能が悪くなってっちゃう、うんうん、で3番ウッド、まあ、ヘアウェイウッドユーティリティっていうのは、うん、もう何十年って使ったっていいので、うん、最初に買うためにはドライバーと同じ見方をしてもいいんですけど、いいものが決まったらもうそのままずっとゴルフやめるまで使っててもいいぐらいのものが多いんで、買い替えるものじゃないです。あんまりヘアウェイウッドとユーティリティはずっと気に入ったのがあったらそれをずっと使い続けていいと思います。あの正直変わんないんで新しいのも飛びとかそういうものは見た目が変わるだけで性能とかほとんど変わんないんで、いいと思ったものをずっと使い続けることが大事だと思います。はい、アイアンは溝問題があるね。溝問題、一番中古市場で流れるのってやっぱドライバーパターなんでね。あ、そうなんだ。そうでパターなんかはもちろん傷とかもあるんだけど、もうグリップ交換をして当たり前のクラブだしね、うん、してあって当たり前、純正のグリップついてるパターの方が少ないからほとんど、うん、もうパターなんかほとんどグリップ交換してんじゃない。あと今もう33、34がもう8割、9割だからインチがね、うん、だから35と32インチっていうのはすごく少なくて、パターは気に入ったのでいいよね。あのそんなにボールを飛ばすとかもうポキッとが折れるとかグリッと回るっていうの以外はパターはもう全然何使ってもいいんで。パターもずっと使えるの？パターもずっと使える、もう一生もんだと思ってください。だから100万円のキャメロン買ったらもう一生使っててください。俺キャメロン、はいはい持ってないけど俺キャメロンがいい。
トル君ね、うん、俺キャメロンだから。トル君キャメロンいいね、うんうん、だからどんだけ傷あったってパターのだからタイガーのパターなんか380万とか400万ぐらいで売りに出てた時もあったんだけど、うんうん、タイガーがずっと使ってたパターなんて、うん、めっちゃくちゃ傷だらけだから、ボッコボコ。あ、そうなんだ。だけどカバーしてるからでもパターでカップの中のボールをこうやって取るぐらいだから、うん、タイガーはだからもう関係ないんだよね。もうなんでカバーするんだろうね。他のクラブと当たって他のクラブに傷がつかないようにパターのためじゃないんだ。そう、400万のパターのためではないめっちゃボコボコなのなんだっけタイガーのやつ、ニューポート2 そう、あれはもうほとんどピンアンサーっていうピンアンサー2っていうヘッドをキャメロンで作ったような、うん、ああピンのやつをね。そう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 。だから前マーク・オメーラっていう選手がいて、うん、マーク・オメーラっていう選手がピンアンサー2を使った。それをタイガーが借りて、うん、それで試合出てた。それぐらいピンのアンサー2っていうパターをタイガーは好んで使った。だからそういう、まあ、中古を選ぶ、あとは偽物ね。あ、うん、オンラインサロンメンバーの皆さんはクラブ本物か偽物か分かんない時あったら公式 LINE の方から連絡いただければ僕判断しますんですよ。お願いいたします。特にキャメロンとかプレミア商品、うん、あとツアー支給品とかいうやつとかキャメロンが多いですよね。例えばウェイト一つにしてもそういうのある。まああの韓国のあのピンク色の柔らかいグニャングニャンのシャフト知ってます？あれ本物は1本10万ぐらいするシャフトがあるんですよ。それと中国産の偽物のシャフト打ち比べたらデータが変わらなかったっていうじゃあいいじゃん偽物で。ねえ、ね、いいよねいい、いい。偽物は3万ぐらいで買えるんだって。でも3万すんだ。そう、でもさ偽物3万取っちゃダメだね。ダメだね、うんうん、だってキャメロンのサークルツアーの偽物だって5万ぐらいするんだから、うんうん、ダメよね。5万取って5000円でいいよね。もういい、うん、遊びなんだからさ。そうだね。5000円だったらさ、これ5000円で偽物買ったよって言えるけどさ、うん、5万円で買った人はさ偽物って言いたくなくない？そうだ ね、うん、いいよ本物のふりするから大丈夫、腕ないから変わんないからどっち使ったってそうだよね。そう、最初は別に変わんない。俺持ってるだけでいいから。なんだろう、くれぐれも中古クラブの選び方っていうか使用する際には気をつけていただきたい。飛んでいかないようにしたって言ったって難しいですよね。だからなるべくもちろん新品がいいんですけど中古買うときには注意が必要ですっていうことですね。ウエッジは俺錆びてるやつがいいな。ああ、ノーメッキね、うん、今ねノーメッキ少ないんだよねそうなんだ。そうで、なんかそのノーメッキがなくなった理由の一つとして、うん、錆びてヘッドカバーとかが茶色くなるっていうクレームが来たからっていうのも俺聞いたことあるのね、うん、メーカーの人に、うん、え、そんな中見るの？中でしょヘッドカバー。違う違う、あのさ、例えばこれ俺ノーメッキじゃない？でこうやってこれが錆びててこうやってヘッドカバーがさ、そういうことか、こうやってついたらさ触っちゃうわけね。ここ錆びるじゃん、錆びるっていうか茶色くなるでしょ。なるほどね。それが文句なんだって。ノーメッキやめたら。それね、だってノーメッキはノーメッキのさ良さがあるんだから、ね、だから自注とかね、そういうのに変更してるメーカーが多くて、あとはフェースだけノーメッキとかがある。あ、なんか味がないね。そう、やっぱフルがいいじゃない、うん、だからそういうのもあるんで、まあ、いろいろあると思いますけども、中古クラブはいいと思いますよ。自分でその辺分かって中古だっていう認識で買うんだったらいいんですけど、新品みたいなクラブがこの値段で買えるんだって買った時にショックを受ける方もやっぱいるんで、その辺注意が必要だと思います。メルカリで買うのは？ああ、物は見た方がいい。あ、そうなんだ。物は見た方がいい。それも含めて分かって見ないでもいいよって言って買うんだったらいいけど、実物見た方がいいんだよ。実物見なきゃダメ。あとなんだかんだやっぱり怖いよね、見ないと。ちゃんと物を見て買った方がいい。やっぱフェイスアングルとかすごい大事だからね、うん、あとは傷の程度なんかも写真じゃ見えない部分もあるから、なるべく実物を見て買いましょうっていうことです。なんでまあゴルフパートナーさんとかだったら普通に電話してこれ欲しいんだけどって言ったら店にあるかどうかもね教えてくれたりするんで、どのショップなんかもやってると思いますけども、そういう中古クラブの選び方ですねを参考にして選んでみてください。はい、では今回の動画は以上になります。
気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください。